メッセージが届いてたな。あ、キリタさん。シリカ、どうしたんだ？私、キリタさんにお願いがあって。ああ、こないだ言ってたクエストだよな。いいぜ、一緒に行こう。シリカ、気をつけろよ。え？何をですか、キリトさん。いや、シリカはこういう場所に来ると植物系のモンスターのツタにやられることとかよくあるだろ。だからそういうのに気をつけろよって意味だよ。そうでした。恥ずかしい記憶を思い出しちゃいました。あー、すまん、思い出させちゃって。いえ、自分がうっかりしてただけですから。でも気をつけますね。ああ。ん？キリトさん？この嫌な足の感触は、うわシリカに注意してたら、あ、自分がやられちまったぜ。な、頭に血が昇る。あ、シリカもこんな気分だったんだな。ツタに足が絡まって宙吊りなのに、キリトさんなんだかのんきです。でも安心してください。ここはアルブヘイム温泉。私がそこまで飛んでいけば、キリトさんの足に絡まったツタなんてすぐに切ってあげられますからね。あ、なあ、頼む、シリカ。はい、お任せください。って、うわっ！どうしたんですか、キリトさん。シリカ、そのアングルはまずい。俺が逆さまだから近づかれると、お前のそのスカートを覗き込むことになっちまう。うわ、キリトさん、ごめんなさい。思わず顔を蹴っちゃいました。いや、ナイスキック。キリトさん、すみませんでした。いや、俺の不注意もあったわけだし、気にするな。あ、それにツタに足を取られると様々な危険がある。今回それを思い知ったからな。もうキリトさん、意地悪です。あ、すまん。あ、さ、気を取り直して探索を続けようぜ。